はいどうも、りょうへいです。お願いします。はい、本日はまずちょっとこの前僕仕事で試合に行けなかったので翔平準備をさせてもらってます。はい、いや派手だね、本当に。これ今日陰で撮ってるからあれなんですけど、日向行った瞬間やばいことだなと思って。あーやばいと思う、絶対やばいと思う。作った情報に笑ってんだもんだって。いやめちゃくちゃ派手じゃないですか。まあね、これ夜のランニングでも使えますよっていう傾向だし、でなおかつ、まあ翔平定期開催してるんですけれども、これ購入した人はあの参加費が安くなります。注意点なんですけど、紅白戦に限ります。対外試合はちょっとお相手の方とかもいらっしゃるので、まあそういう審判の方呼んだりとかっていうのもあるので、まあそれは変わんないんですけども、紅白戦、翔平TV イベントかなに関しては、参加費が安くなります。で、なおかつ、統一できるので、そういった点では、まあ皆さん、一枚持っとけばいいのかなっていう、はい、感じはあります。僕一番おしゃれだなって思ったのは、胸バンス。まあ、自体が多分これバファローズかな、オリックスバファローズの自体で、文字盤が入ってるので、前に入ってるので、まあ、今プロ野球選手あまりここに入れないと思うんですけど、こういったところも入るので、結構、まあ、個人のね、やっぱ背番号を入れられるっていうのはかなりいいので、まあ、皆さんも好きな番号を入れることができるので、ぜひぜひお願いします。はい、で、購入ご希望の方は、翔平TV のツイッターに、DM を送ってくれれば、そこから、ご対応させていただきます。で、僕、今、まあ、いつも T シャツ系 M サイズとか着てるんですけども、今回はちょっと L サイズで、購入していて、まあ、着用した感じだと、まあ、体重55キロの、身長169の体重55、ちょっと増えました。の僕でも、まあ、普通に、L サイズでも、まあ、全然 M サイズももちろん大丈夫ですし、まあ、今、流行りでね、ワンサイズ大きく切るっていうのもできるので、まあ、そこはちょっと皆さんご希望のサイズを、ご購入希望の方は、翔平DM の方で、サイズも自由に選べますので、皆さん、どしどし、よろしくお願いいたします。で、まあ、冒頭ちょっと長かったんですけれども、今暑いっすよね。撮影日がちょうど8月1日。本当に暑い。で、やっぱ、アンダーシャツ、はい、やっぱアンダーシャツでいろいろ着替えたりだとかすると思うし、最近いろんなアンダーシャツが、出てると思うんですよ。はい、で新しいアンダーシャツを購入したので、それをご紹介していきます。はい、それがはいこちら。はい、空撃のタンクトップ型、今までにないですよね。ノースリーブのアンダーシャツっていうのは結構出てきてるんですけども、タンクトップですよ、タンクトップってことは、まあめちゃくちゃここ脇開いてるってことなの で空撃の特徴ってなんといっても、まあ、通気性、こんだけメッシュなんですよ。でただですね、風入りやすい上に脇がめちゃくちゃ開いてるので、そこからも風入ってきてくれるよっていう、いやめちゃくちゃ素晴らしいものがついに発売されたなっていう感じです。で、こちらなんですけども、まあ、さっきちょっとズームしたように、前田健太投手も着用しています。プロお墨付きというか、メジャーリーガーお墨付きってことですね。はい。で、僕、今まで、ちょっと動画では出したことないんですけど、半袖の空撃を持っていて、ただ、正直あまり着てなかったんですよ。っていうのも、S サイズを購入したつもりだったんですけれども、で、僕、ラガーズのユニフォームが M サイズなんですけども、袖、どうしてもなぜか出ちゃうんですよね。空撃の半袖って袖が長めだったので、なんかちょっとこういう大きめの T シャツを着た時とかに半袖の空撃のアンダーシャツを着るっていう感じだったんですけども、まあこれがあればね、全然普通の M サイズ、普段着てる M サイズのユニフォームや T シャツとかでも袖はみ出さず着れるのかなっていうのがあるので、はい、めちゃくちゃいいなっていう感じがします。今一旦着てみようと思います。はい、ですいません、着る前にこんなメッシュっすよ、こんなにメッシュ。
やばくないですか。だってもう奥の蛍光見えちゃってるの。で、さっき言った脇の部分、ここ脇っすかね。これが後ろだから前か。まあ、こうなってるじゃないですか。脇こんな長いんですよ。ビブスみたいな。ビブスを長くしてアンダーシャツ化したみたいな感じです。まあもうこれめちゃくちゃ風入るだろうなって着る前からもう確信を持てる。やばい。はい、すいません、おふざけしました、すいません。で、まあもうね、わかる通り、まず面積が小さいんでね、それは風も入るわと言ったところと、まああとフィットタイプではないので、ここにある程度余裕が持てるっていうのはいいかなって思いますね。もう一点、着てみて気づいたんですけど、これめちゃくちゃ丸首なんですよ。ローネックもいいところぐらい。なんでね、これここが広いユニフォームも結構あるので、まあ、そういったとこ時でもね、ちゃんと隠れてくれるアンダーシャツのチラ見えがないのかなっていうのがこのアンダーシャツになります。これだけでいると、まあね、メッシュは別として、ね、その辺の海歩いこの格好で海も行けるんじゃないかなってね。練習中これ着て、このね、今若干起きてしまってる野球部焼けもこれで外歩いてればここだけ焼けに変わるのかなっていうまあ冗談はさておき、本当にね、かなり涼しい、本当に風が入ってくるっていうアンダーシャツなので、皆さん本当におすすめです。で、まあタンクトップ嫌だよっていう方もいると思うので、もちろん半袖もあるし、確かノースリーブもあったはずだし、で日焼け全くしたくないよって方は、袖部分がリラックスフィットになってるアンダーシャツもありますし、もうね、空気もいろんな種類が出てるので、ぜひぜひ皆さん、今年夏、まだまだね、8月もし過ぎてるとしても9月になっても全然暑い日続くと思うので、皆さんちょっとね購入して着てみてください。で最後にちょっともう一回、翔平 TV ユニフォームを着てみてどんな感じか見ていきます。はい、で今着てみたんですけど、さっき言った通りもうね、丸首がすごい広いから、こうやって T シャツから一切首も出ることなく、まあ、もちろんノースリーブなんでね、ここもこうやって出ることなく、まあ、アップなんかはこうやってアップしてもいいですし、まあ、試合中はね、もちろん皆さん下ろしていただいて、なので、まあ、涼しさを取るっていう方にはめちゃくちゃいいアンダーシャツなんじゃないかなと思います。はい、本日は新しいこの夏にぴったりの、この草暑い夏にぴったりの空撃のご紹介をさせていただきました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。空撃。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてデサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、ね、そう多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、オッケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらうような形、まあ、常に横から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人行くか分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、パワー自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。
翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた切れ玉で。